今日のセミファイナルです。さあ、長州ハンセン組の入場です。夢のラリアットタッグチーム、長州ハンセン初戦から炸裂しておりました。さあ、ですが今日こそ勝ち点2が欲しい長州ハンセン組です。初戦覚醒した泉田潤、なんといっても小橋健太と角度あるんですけれども、お聴きいただくようにテーマソングは泉田のテーマソングです。さあ、それだけに覚醒しなくてはならないという中で初戦、あーやゴディ・ウィリアムスからピンフォールを取ろうかというところまで追い詰めました。今日は長州ハンセンを追い詰めることができるか、泉田飛ばし組であります。マリングイン、本日のメインイベント、世界最強タッグ決定リーグ戦30分一本勝負を行います。ラオコーナー、力ラリアット炸裂か、長州力300ポンドスタンハンセン、初戦に続きウエスタンラリアットが火を吹くぞ、スタンハンセンです。赤コーナー265ポンド泉田潤、驚異の石頭炸裂か、泉田潤対決なら負けない小橋健太です。レフリー和田恭平、完全にネクストさん、長州のタイツがそうなんですよね、エディットレスラーなんですけどね、気になりますねまあ曲も残念ですけどね。さあ、今日のセミファイナルをお送りしましょう。さあ、ゴングです。長州と泉田組み合いました。世界最強タッグ決定リーグ戦の公式戦です。実況私山田大輔でお送りしてまいります。泉田の覚醒、この2試合目でも見せるでしょうか。バックを取っていきます。ハンマーを落とします。小橋がいきなり出てきました。さあ、小橋と長州がやり合う、そういう展開もあるんでしょうか。ネットバッターよ、石頭対決になります。ボディスラム。さあ、小橋がしきりに出てきます。何か小橋と長州の離婚というのも生まれるんでしょうか。この辺り序盤です。両チーム勝ち点1、引き分けというスタートでありました。最強タッグ、先ほどの試合でゴディ・ウィリアムスが勝ち点2を加えて、合計勝ち点3としています。それだけに置いていかれないようにしたいという両チームです。一つも落とせない最強タッグ決定リーグ戦です。あらゆる勝ちが2点、引き分けがアキシンシンクです。引き分けが両チーム勝ち点1、あらゆる負けが勝ち点0となります。両者リングアウトのルールもあります。リングアウトルールはカウント20カウントとなっています。最強タッグのルールです。さあ、ヘッドバットです。膝を打っていきます。チャーシュー何を持っていく、パワーボムです。カウントが入る、返しました泉田。これは珍しいパワーボムでした。さあ、ハンセンにスイッチです。
このあたり初戦の連携、まずまずの連携を見せていました。長州ハンセン組、まあ、ハンセンはベイダーとのタッグでドロップキック、ベイダーとのタッグで、世界タッグのベルトを持っているわけなんですけれども、この最強タッグにも参戦しています。予定では、ね、参戦させないはずだったんですけど、私が忘れてたというただそういった理由です。カウントが入っています。カウントで泉田がちょっと苦しいか、攻められています。さあ5分が経過したところ、ちょっと泉田の時間が長いか。ここで赤コーナーサイド、タッチ成立、小橋にスイッチ。見合っています。ハンセンと小橋です。バックを取る、カード落とし。ハンセンのこういった技、一つ一つに重みがあります。さあブレイバサー抱えていきました。まず序盤ハンセン、そして長州組が押しているという展開か。バックを取る、ハンマーを落とします。泉田苦しいなというコメントが届いています。ブレイバスターは上がらない、逆に返した。ハンセンがとにかくよく動きます、このシリーズです。小橋が抱えた、パーム投げ捨て、いきなり大技を繰り出しました小橋健太。いつどこでその拳は握られるんでしょうか。カウントが入りますが返していきます。スタンハンセンです。ちょっと打っていく小橋泉田、この2人はどちらに照準を絞るかというところです。ちょっと打っていく、ちょっと打っていく、必要に打っていきます。そして前に落としました。長州が出てくる、この辺り返しました。ハンセンです。赤コーナーサイド、ハンセンがここで長州にスイッチしました。今度は長州と小橋です。さあ夢の対決が続きます。長州と小橋、この2人のシングルも見てみたい。スリーパーだ、捉えます。小橋が下がって泉田にスイッチです。ここで10分が経過です。今日のセミファイナル両チーム勝ち点1で迎えた2戦目です。全部で5戦を戦います。泉田がスリーパーホールド、長州に打っていきます。そしてチョップ、この泉田の頑張りが鍵、そういったコメントもいただいておりましたが、ファイルドライバー、長州の流れになってきます。小橋が出てきた、この辺り小橋もよく見ている。さあなんとか覚醒したい泉田、ボディースラム、ヘッドバット打っていきます。肩口のあたり落としてきました。リングはカウントが入る、カウントアテュー、長州のダメージも大きいようであります。ハンセンと小橋がやり合う。さあリング上では長州がロープに振って何があるか、キシンシンク、そして抱えるか、ハンマーを落とします。バック取る、もう一回ハンマー落とす、今度はどうする、膝を捉えてニークラッシャー、小橋が入ってくる、小橋が長州を捉えるか、何を持っていく、何を持っていく、ストレッチボムです。ですが今権利があるのは泉田です。この辺り小橋のカット、長州に大きなダメージを与えて、どうするか、バックドロップ、長州を捉えるか、泉田、ハンセンが入ってくる、長州ここは一つ返した、小橋も入ってくる。さあ場内ざわめき、そして声援へと変わります。長州がロープに振っていく、
リードを捉えてラネットリクレイアットカウントが入る、久保氏入ってくる、カットが間に合うか、間に合いました、久保氏のカットです。リズムで危なかった、ハンセンも入ってくる、ハンセンがリードを捉えるか、膝を打っていきます。ちょっとハンセンもこれは危ないと見たんでしょうか。バックを取ったのは長州、リズムで捉えるか、ジャーマンスープレックス、カウントまだいけません。そして今度はハットバットです。ハットバットです。濃厚なサイドハンセンにスイッチ、さあ泉田が捕まるという状況になるんでしょうか。かわした、これをうまく見ていた、小橋にスイッチです。さあ一進一退という、そういう戦いになりました。珍しいジャーマン、ありがとうございます。もう長州にとっては珍しいという、そういう技を見せています。この最強タッグ、ピガチンドラップ、小橋とハンセンです。ここだけジャーマンスープレックスホールド、カウンター1つです。ハンセンまだ余裕があります。15分を過ぎたところです。30分の一本勝負、とにかくなんとか決着をつけたいという両チームでしょう。勝ち点2が欲しいところです。2を打っていく、ロープに振り、逆に振り返したのは小橋、ソバット、そしてキック、ちょっと小橋のダメージも大きいか。ハンセンが息を吹き返す、何を持っていく、首を捉えた、また膝です。ショルダータックル、ハンセンが走り出すとヒヤッとします。ここでカウントが入る、カウンター2で返します。さあまた4選手が入り乱れて、ドロップキック、勝負どころで打っていくハンセンのドロップキックです。泉田が場外へ、その間に DDT、 スターハンセンです。さあ泉田が今ようやく戻ってくる体勢、小橋とハンセン、リング上、小橋が息を吹き返す、グレーンバスターの構え、グレーンバスターだ。さあ対空時間が長い、まだ落とさない、今落とした、グレーンバスターです。さあ小橋、ここで泉田にスイッチ、さあここで泉田の頑張りを見たい、ハンセンを捉えたい。20分の経過、場外に持っていく、場外カウンター20カウントです。小橋が追うか、泉田が追うか、小橋が追う、小橋が追う、鉄柵へ振り返したな、ハンセン、そして泉田が来た、泉田が来た、さあ選手が、3選手がリングされている、長州はエクロンです。カウントが進む、カウントが進む、どうするか、泉田が鉄柵へ、カウントが進んでいる、15カウント、さあこのまま決まるのか、リングアウトか、どっちか、戻れるか、戻るか、戻った、両者戻りました、あるいはリングアウトかというところでした。やった、ブレンバスター危ない、場外へ投げていったハンセン、今度は長州が追いかける、さあ荒れてきましたこの試合、今度はハンセンと泉田、さあ両チームがちょっと荒れたという状況になってきました。鉄柵へ、鉄柵へ、泉田がハンセンをホイップ、さあカウントが進んでいる、カウントが進んでいるぞ、戻らなくてはならない、戻れるか、間に合うか、戻った、なんとか戻りました、あるいはリングアウトかという、リングアウトかという、そういった状況でした。長州と泉田です、戻落とし、高角度、長州を捉えた泉田、ヘッドバット、さあまた4選手が入り乱れる、小橋がハンセンを捉える、泉田チャンスだ、バックを取る、長州と泉田、リング上、ドリラーホール、タイムタライバー、長州カウントが入る、小橋入ってくる、カウントが入る、カウント2、なんとか返した、小橋のカット、さあ一進一退、権利があるのは長州と泉田です。ボディスラムは長州、
ショットを打つ。バック当たったのはジャッシュ。スリーパーだ。苦しい泉だ。こらえるか、こらえるか。ヘッドシーダース。苦しい。小橋入ってくる。小橋入ってくる。混沌としてきました。ナスも入ってくる。さあ、4選手また入り乱れる。勝負に出た両チーム。バック取ったのは、バックドロップ。長州のバックドロップ。カウントが入る。カウント3。最後は長州のバックドロップ。長州ハンセン組が貴重な勝ち点2をゲットしました。最後は一瞬のスキー、長州のバックドロップ、泉が返すことができませんでした。25分03秒タイ固め、長州ハンセン組が勝っています。ゲームコントロールゲーム中継、この後はメインイベントです。古田田植組の登場です。